浪江町は福島県浜通りに位置し、双葉郡に属する町。町内東部の受け戸漁港は福島県の最東端にあたる。2011年3月11日、東日本大震災で被災。揺れや津波による被害に加えて、震災により発生した福島第一原子力発電所事故の影響を受けて、同月15日以降、 仮役場が同県内の日本松市に設置され、多くの住民が移動、避難した。避難民と避難所は他にも散在している。2019年3月31日に一部の全域避難指示は解除されたが、2020年2月までは、帰還困難地域が町内の大半を占め、町内の居住人口は、事故前より大幅に減少し、現時点で、 約1100人余りが居住している。受け戸川の流域を主な範囲とし、沿岸部は太平洋に面する。受け戸川に沿って国道114号が内陸部と連絡し、途中で国道399号や国道459号が分岐する。交通の大動脈は太平洋岸に沿って走る国道6号や JR 常磐線で町役場も 国道114号が国道6号に接続する沿岸付近にある。西に位置するものから順に列挙する。現在の浪江町を含む浜通り北部は古代の両政国としては道の区国の一部であった。中世以降は相馬市の地盤であり、江戸時代は相馬中村藩が治めていた。太平洋戦争後の1955年に人口、 約2万8000人を数えた浪江町も過疎と財政難に悩まされ、その打開が必要であった。1960年頃、福島県が原子力発電所を誘致するにあたり、浪江町も候補地となった。最終的には同じ浜通りの双葉郡の双葉町と大熊町にまたがる地域に決まり、福島第一原子力発電所として解消する。 それまで農業のできない冬には出稼ぎに行っていた大熊町、双葉町など福島の海岸地帯の住民は原発関連の仕事をすることで一年中地元で働けるようになったため安定的な働き口とかなりの補助金を与えてくれた福の神とされていた。折しも1969年に発足を控えていた宇宙開発事業団がロケット発射場の候補地を探しており 浪江町の方から手を挙げたものの、原子力発電所の近郊に発車場を建設するのは危険と判断され、この構想も消滅した。ロケット発車場の次は子供の村構想への参画を目指したが、これも頓挫した。しかし、福島第一原子力発電所建設の経済波及効果は浪江町にもあり、1970年に、 約2万1000人でそこを打った人口は1970年代末には2万3000人に回復し、作業員向けの宿泊施設、バー、スナックなどが建てられた。浪江町が何か誘致できる施設がないかを調べていたところ、東北電力が浪江町と高町にまたがる地域に原子力発電所の誘致を持ちかける。当時、東北電力は宮城県で 女川原子力発電所の建設計画も進めており、女川町へ原発と付随する、交付金や雇用等を取られてしまう、という対抗心もあって、並江町議会は賛成した。当時は公害に対する、批判的な世論が芽生え始めた時期でもあり、地元の自民党支持層は分裂。自民党の原発誘致反対派は、他党と組まず、長らく反対運動を続けることになる。 1982年の雑誌対談で示された概要図では原子炉は4基となっていた。上述の宿泊施設、浪江町による水道などの社会資本投資は原子力発電所建設を見越した先行投資でもあったため、1980年代末時点で17人まで減ったものの団結力を高め、予定地に共同投機をしていた反対運動による遅延は、 これら商工業者に莫大な損失を強いるものとなった。原子力発電所の建設が進まない中、近隣自治体に新地発電所、原町火力発電所などが建設されていった。東北地方太平洋沖地震に伴い発生した津波に飲まれて倒壊した浪江町の民家。2011年4月12日撮影。 津波に現れて塩害など深刻なダメージを被った農地にトラクターが埋没している。4月12日撮影。福島第一原子力発電所事故の影響で人の姿が消えた浪江町の中心部。4月12日撮影。避難した飼い主に解き放たれたか、自力で逃げ出したか、人影のない道を歩く飼育牛。4月12日撮影。 ナミエ焼きそば水産業医薬品温暖化ガスであるに、酸化炭素を燃焼時に出さない水素の製造拠点があり、その供給、活用で、マルベニアパナソニックなどと連携している。イオンリテールが、震災復興を支援するため、ナミエ町と2019年2月に、商業環境整備に関する覚書を締結。同年7月14日、 町役場南側に新店を開業した。2021年3月には、道の駅なみえに、無印良品が出店した。17,981人もよりの空港は、仙台空港。町内の学校は、原発事故により一時すべて避難し、町外に仮設校舎を設置するなど、大きな影響を受けた。2018年4月に小中学校を併設した。 浪江創生小中学校が開設される一方で、福島県立浪江高等学校のように休校に追い込まれた学校もある。2021年3月末には、前述の浪江創生小中学校と津島中学校、津島小学校を除き、浪江町立の小中学校は廃校となった。ありがとうございます。